チャオ、チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの朝ごはんはパンがないんでね、こんにゃく茹でます。いきます。こんにゃくをね。ご飯食べられへんもん、朝から。パンがなければご飯を食べればいいのに。昨日パンがなければキュウリを食べればいいのに。キュウリ食べて。お菓子やっけ？ケーキやっけ？ケーキ。ちょっとこれを、きゅうりじゃないわ、こんにゃくをちょっと炒めます。何かっていうとね、今回、あれ何よ、スイッチ入ってんねん。何のそれの、全然熱入らないな、まだ、ホットプレートのスイッチをまず入れないとダメです。この前ね、吉野行った時に大川のこんにゃくでね、詰め放題があって、これがね何個か詰めてきて、これ1個100円ぐらいするんだけど、500円でいっぱい詰めたけど、これ7、8個詰めたんちゃうかな、もうちょっと詰めたかなぐらい詰めてんけど、こんにゃくグルメちょっと一品、食欲そそるローストガーリック風味とこんにゃくのプリプリ食感、付け合わせを添えてさらに美味しいよっていうのね。要はね、黒胡椒をステーキダレでこんにゃくを炒めるっていう大川のこんにゃくやけど、これね、特価で、これ賞味期限短いねんけど、特価で100円ぐらいで売っとって、それがね、詰め放題で500円で好きなだけ詰められる。まあ、詰められへんけどね、そんなにね。これを、でも10、これがね、と、あとサラダこんにゃくと、何やったっけな、桜の豆腐、桜のごま豆腐かなんかで、16、7で詰めたから、1500、600円分ぐらいには なってんねんけどね。これね、上にね、乗っかる分はダメやいて、2個ぐらい省かれた。乗っかってへん、ちゃんと袋の中入ってんのにさ、これダメですとか言うて、あ、いいです、はい、十分入ってますから、言うて。うん。今、こっち。ん？え？うん。なんでやねん。ああ、面白いからや。イベントでみんな、楽しんでくれるから。もう賞味期限切れたほかさなんかやろ。だから、これ3月17日、14日やろ。結構あるやん。3月14日、これ来週じゃん、もう1週間しかあれへん。1週間やったらまだ売れるんじゃん。まあ売れるけど、1週間やったら値下げして売って、それよりも詰め放題にした方がイベント制やってみんな喜ぶやん。やってるやつは少なかったけど、少なかったけど、取りかかったおじいちゃんと話しかけてるあのおっちゃんで15個かなんかやってたろ、聞いてへんだろ、ね、聞いてへんだ、15個ぐらい入ったで、お得やでこれって言っとったから。そういうの面白い、別に得とか得じゃないのが別にして面白いやん。ちょっと油を入れます。こんにゃくをね、入れてね、油をちょっと引いて、このこんにゃくもやねんけども、ここに、ちょっとね、あっちゃんはこれが食べたいね。なすびと、しいたけを入れます。え？ひかるはね、なすびとしいたけが嫌いなんでね、離してくれ。まあ、臭くはないやん。しいたけはちょっと匂いするかからんけど、なすは大丈夫ね。なんでそんなこと言わない。ねえ。めっちゃ食べていいね。何？レタスは？レタスこんな好きない。めっちゃ好きやん。レタス入ってへんなら入ってへんとってパンに。朝前にレタス今日入ってないとか、レタス今日少ないとかいう時ありやん。いや、あれはちょっと、あれはなんかあれやん。あのルーティーンってやつやん。もう横文字使ってもあれリーテリ系やん。字が読めないわ。美味しさのポイントは、こんにゃくの水気を飛ばして唐辛子と油を入れてじっくり焼き上げます。火が通ったら弱火にしてタレを絡めます。タレお好みで付け合わせを添えると一層美味しいよって、ね。まあ、作り方は間違えてないと、ね。ちょっとね、これで、お、椎茸のいい香りがしてきた。付け合わせをね、しっかり炒めて、でね、ちょっと今日はね、あっちゃんからのメッセージ、これちゃうね、それは何飯なの、朝飯、朝ごはんやね、ひかは朝飯食べたよ、だから昼飯食うた、あっちゃんは今朝飯や。パンがないからね、こんにゃくを食べればいいんやろ。あっちゃんからのメッセージ、何かっていうとね、あのコーヒー、
コーヒーはええねんけど、今ね学校給食が止まって、ミルクがね全国的に止まってるらしいね、販売が。でやっぱり一般の消費よりもやっぱ学校消費が結構多かったみたいで、牛さんのねおっぱいが張りまくってんねんて。だから体に悪いから、あのミルクを絞らないといけない、絞っても破棄しないといけないということでね、酪農家さんがなんかすごい困ってるんやー言ってね、ちょっとそういう記事を見てね、ちょっとでもねあっちゃんも貢献できたらなと思うんで、その話をしようと思ってね。ミルクを飲みましょう、みんないっぱいミルクを飲みましょう。で買ってくる買ってくる、今でも冷蔵庫に今3本ぐらい入ってんで、2本は飲める、これを使いましょう。でミルクばっかり飲んどったらもうそんなお腹壊すわって言うでしょ。だからミルクをねなんか使ったスイーツとか、ミルクを使った何か料理をねこれから考えていきます。いっぱいミルク使いましょうみんなで、ね、やっぱり貢献、うん、お茶、あ、苦っ、これ無糖、うん、ね、プロレスだよね今回、無糖買ったんや、完全無糖やったわ、もういいかな、またね、そういうミルクの甘みとステーキだれ、これがちょっと跳ねるんでね、気をつけましょうね。開けとくあれ切れへんで、あ、どこや、ちょっと待って先作ってしまうわ。飲んでこれ入れてね、カラメル、カラメル、え、弱火でね、まあでも大丈夫、みんな一緒にカラメル、カラメル、ミルクいっぱい飲んだらいい、ほんま、これでね、ちょっと絡めます、絡めます、タレがなくなるぐらいまで絡めていきましょう、うん、煮詰める、ああ、無糖やけどコーヒーが濃い、いただきます、熱ない、おいしい、こんにゃくシャワー、夏日いきます、こんにゃくよ、あ、おいしいな、このタレ、しいたけ、うん、あ、うん、合う合う、うん、あ、美味しいなこれ、また買いに行こう、お母さん家からね30分ちょいぐらいかな、喉買おうかな、あかん、かっこいい、俺は何か、なすび熱、お母さんも30分40分できるかな、買いに行くかな、しいたけが硬い、しいたけうまっ、ほとんどこんにゃくないジョルのチョッパーのやつ、ポリポじゃない、ポリポリやん、おでおちゃん、カバッキューで、Okay.
こんにゃくみんなダメだ。2個しかダメだ。夏日でいや、美味しいわ。タレが美味しいな。タレ美味しい、これ。いや、まだまだあんねんから。うん、あ、OK よ。詰め放題って一人一回なんかだ、あれ。知らん、何回もいいじゃん。これでもできんのやったら、全部持ってかれそうな気がするけど。でも、そんだけ払わんねん。500円。500円でも。安すぎやん。ありえへん。でも、みんな持って行ってもあれやん。賞味期限14日まで食べきれんよ。価格も価格やん。価格やけど。普通に1週間にあれやろ。何個ぐらいあれやろ。15、6個いけるって言ったおっちゃんが。同じもん入れて。15、6個やろ。3食やろ。え、3食こんにゃくかよ。別にええやん、美味しいねんから。偏りすぎる、うん、な、一食ていうか、これ一食で一人2パックとか3パックいけるよな、うん、あ、これかけたらちょっと一味腸から一味、ちょかして、なんか知らんけどちょっとずれてんねなんか知らんけどね、あそこで買ってきてん、同じ大川こんにゃくで買ってきてんけど、笑える辛さ本番、小辛本番っていうね、一味唐辛子、めっちゃ笑えるぐらい辛いらしいね、うん、なんかこんなね、光るんが欲しいって買ってんけどはい、そんな辛いらしい、ね、まあね、これね、ちょっとコーヒーを、牛乳をいっぱい消費しましょうね。ちょっと止めるわ。やっぱりね、なんかそういうのこう、日本からね、日本というか日本で景気が悪いとか、いろいろまあそういうの話聞いたりしたら、どないか応援できへんかなって。 YouTuber って結局動画にするしかできへん。その動画にすることでどれだけ影響力あるのかって分からへんけど、まあ言ったら、あっちゃんがそういうことをやることによって、他の YouTuber さんもやってくれたら拡散力って大きいし、でやっぱりみんなでね、盛り上げていくっていうのが大事やね。あっちゃんはだから奈良から関西から日本を元気にしようっていうプロジェクトを今ね考えててね、うん、プロジェクトっていうほどでもないけど、でそれでそのね、ちょっとでもね、日本が元気になってくれたらちょっと待って、タレがね、端に強いから舐めとかな。あ、まだ残っとった椎茸。うん、ね、うまっ。思ってたよ、椎茸少ないな、思ってたよ。見えへんとこに隠れとったわ。で、それでね、まあ、いろんな業界、今まあ、言うたら、観光。まあ、観光地ってさ、ちょっとね、ずるいところがあって、あっちゃん、ちょっと考え方は好きじゃないで、もちろん。中国人が、いっぱい来たりとか、外国人来たら外国人だけを優先して日本人をおろそかにして、その結果結局外国人が来やへんかったら観光資源がない言うて、なかんなんはめになってんね今ね。でもやっぱり同じ日本人として、そこで初心に戻ってほしいっていうのもあるからね、こうやって日本人が盛り上げることによって、あなたたちが今までやってきたことはいいことじゃないんだよって。もちろん外貨を稼ぐことは悪いことじゃないけど、それに対して、日本人を虐げられたり、もちろんだから薬局でもだけど、中国人のね、バス横付けして、日本人のお客さんもおろそかにして、確かに儲かるけど、中国人貸し切りにして日本人阻害したり、もう注意書きが全部中国語になってたりね、そういう商売してるから今、ダメなんでしょ。そういう商売の仕方がすごく嫌いでさ、だから今やからこそそこはちょっと改めてほしい。でも潰れてしもうたら元も子もないから、どないか盛り上げられへんかなっていうことでね、あっちゃんはそのできる限りの応援として動画にしていくっていうのがあって、だから奈良の観光地なんかでも外国人観光客がおらんくなったから、その観光資源が少なくなって潰れそうです、それでテレビで言うとね、自業自得やんってあっちゃん思うんだけど、それに巻き込まれたね、人たちは気の毒。もちろんそれに巻き込めた、しかも気の毒。ね、牛乳なんかは逆に言ったらね、今日は牛乳の話でねけど、牛乳なんかはそういうコロナウイルスのせいで学校休みっていうね、何も後先考えない国の政策によってね、ミルクの
ね、需要が止まる、供給は止められない、うん、普段通りの作っていくのも製造やったらライン止めたらしまうんやけど、うん、そういうね、牛さんから取る自然なものっていうのは急に止めることができへん。そしたら破棄しないといけない。まあ商売ってそうかもわからん、破棄しないといけないかもわからん。ただ食べ物飲み物を普段の粗末にするのは良くないことやからね。そこは日本国民が一生懸命ミルクを消費するって大事ちゃうかなって思うねんね。だからあっちゃん今日朝いっぱいやけど、もういっぱいミルク飲むわ。次はね、コーヒーじゃなくミルクで。こうやってミルク飲んだら美味しいよね。でもコーヒー牛乳みたいにするけど、ミルクはミルクのね、甘さとコクがあるんよね。なんか牛乳、ミルクを使って何か作る、例えば、ヨーグルトを作る、あのヨーグルトでメーカーで作るとか、あとまあそんなんしても消費変わらへんのかなけど、まあね、ヨーグルトもおやし、お菓子とか、お菓子とか、カルボナーラとかもいける、何作ったりとか。だからカルボナーラは生クリームってイメージあるけど、あれは日本のカルボナーラで、本場のイタリアではミルクを使うね。でそんなん作ったりとか、今でもね、あのすごい、あっちゃんもやろうかどうか迷ってんだけど、そって言って、アスカの祖って言って、アスカ時代、奈良時代、アスカ時代ってある、その頃から朝廷に納められてた古代のチーズって言われてる祖、祖って言うんだけど、その祖は、ミルクをねひたすら煮詰めて煮詰めて固形にすんねん、弱火で1時間半ぐらいね、あの煮詰めていくらしいわ。だいたい1時間ぐらい煮詰めたらぼちぼちちょっとドロッとしだして、そこからさらに30分煮詰めることによって固形物になるらしいんだけどね、それをね今作るのが流行ってるらしくてね、めちゃくちゃ美味しいもんじゃない。ちょっと塩味があってミルキーな、アスカの、そうこんだけおで1000円ぐらいするね、アスカで売ってんねんけどね。手間ち考えたらミルク1本200円としてな、手間1時間半かけて作ってな、煮詰めて煮詰めてしててな、でガス使ってたらな、買った方が安いかもわからへんけど、そうじゃなくミルクを使うっていうのがね、ミルク、来年で、でも飲んでしまってよ、なんかって家族でね、うちまあみんなミルク好きやからね、飲みすぎたらまだお腹緩くなったかんねんけど、貢献してね、ミルクをこれからもちょっと飲んでいこうかなと思うんだけどね。まあ、学校給食がね、終わるんがもうそろそろやね、大体普通やったら今週末ぐらいで終わる、だから結局2週間ぐらい、止まってしまうねんね、でその間の分でね、やっぱり、ちょっとぐらいミルクを飲んであげましょう、ね、でやっぱり酪農農家さんが倒産してしまったらね、今度普段飲みたいミルクがなくなってしまう、なくなってしまうだけじゃなく価格も上がってしまうとしても、だからみんなで協力するって、困った時はお互い様っていうことでね、全くね酪農農家さんとあっちゃん関係ない接点もないけどもね、でもこうやって、支援していくってすごい大事じゃないのかな。あっちゃんの力でねミルクを何百リッター飲める、無理です。でもこうやって配信することによってね、1万人の視聴者さんの中の 1%、100人でも飲んでもらえたら、もうそれだけでね、いつもよりも100リッターのミルクが消費されんねんね。だからみんなもちょっと意識して、再生数でいくと、だいたいこの動画でも1000、2000はいくのかな、2000ぐらいいくの、2000いかへんのかな、1500、600ぐらいかな。そしたら1500人、これ1人1再生やからね、1500人の人が飲んでくれるってことは、ドラム缶で約、7本ぐらい。ね。すごい風ね、1400リッターのミルクが消費される。ちなみにね、お風呂の水でだいたい200リッターって言われてるんだよね。牛乳風呂してもいいからね、ちょっともったいないと思うかしらんけど、牛乳、だいたい150円から200円、安い牛乳だったら120、30円でしょ。温泉の素、ちょっといい温泉の素やったら、いくらする？100円、200円するでしょ。ミルク風呂、すっごいね、気持ちいいよ。あっちゃんやったことあんねんけど、すべすべなるしね、
まあ、香り、ただ最後洗い流すときに浴槽をきれいに洗い流してください。お風呂終わったら冷める前に流してしまって、浴槽をきっちり流した後で出てください。次の日臭いですそれはちゃんとした方がいい。溜めといたら臭いはずです。やったことないよ。あちゃんもう気持ち悪いから、気持ち悪いから、臭くなったら嫌やからちゃんと流すけどね。それはしてほしいんだけど、ミルク風呂の人の気持ちにね、いけたことはね、1リッター1本で十分です。いや、もったいないもったら500でもいいよ。ほっかり一回試してみて、すごくいいから、ね、500飲んで500お風呂に入れてもいいしね。そうやってミルクを消費してください。で、これは捨てるんじゃなく、体をすべすべにするための、ね、ミルクを使う方法なんでね。まあ一回紹介したと思うね、賞味期限切れて、もう飲めへんかって賞味期限切れてしまった牛乳、お風呂入れてみてって、まあ一回言ったと思うんだけどね。うん、なんかパン言うたぞ、これ木でも焼いてるんじゃん。あ、竹焼いてんのか。まあそんなこんなでね、まあ今日のね、あっちゃんの朝ごはんは、まあ、ミルクを消費してくださいっていうお願いと、大川こんにゃくで買ってきたこんにゃくを、食べました。ほぼほぼこんにゃく2個しか食べてまあいいんです、それで。何かを食べることが大事なんでね。はい。美味しかったです。ごちそうさまでした。このこんにゃくありです。まあね、これからもね、こんにゃく、買ってきて、で、バーッと炒めて、で、焼肉のタレ絡めたりするのもありかもわからへん。こういうのありやね。まあ、炒めこんにゃく。醤油で絡めても美味しいしね。甘辛く、みたらし団子みたいにしてもいいしね。こんにゃくの消費の仕方はどうでもええって。いや、こんにゃく業者さんもやっぱり、潤ってもらわないといけないしね。まあ、いろんな業界。潤ってもらう、それが回り回って自分に返ってくるっていうことをね、みんな心に置いて、観光業界もそうやし、まあそういうね、ミルク、酪農さん、酪農家さんもそうやし、まあ、鹿ちゃんもそうやね。鹿ちゃんを潤わすことによって奈良県が潤う、奈良県が潤うことによって奈良の観光地が潤ってくる。もちろん奈良市が45億もする無駄なバスターミナルを作るかもわからない。それでバスターミナルを作ることでゼネコンが潤う、ゼネコンが潤ったら飲む、食う、車買う、いろんなものに使う、家、住宅もいいの建てるとかね、そんなこんなで結局みんなに回ってくるんです。で、結局税収が増えると、国からの、なんだ、国からのその税金の使い道、まあ、なんていうのかな、福祉とか、子育てとか、そういうところの支援金っていうのが回ってきたりね、養護老齢年金とかがね、また額上がるかもわからへんし、結局国が潤わないと日本は潤わない。国を潤わしても結局議員がねポケット入れたりするけどもね、まあ、それは仕方ない。もうね、桜の会言っても桜の会でね使ったお金もまた潤ってるのかもわからない。ただそれを今頃やってるバカな議員はどうかと思うね。まあ、どっちにしても、国民がね元気にならない、家の中にへこんどってくたくた言ってるよりも何かしらして使わないといけないとはちょっと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、ようわからん話だったけどね、よかったよと思ってくれたら高評価を、こんにゃく、焼きこんにゃく、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。みんなでミルクを飲みましょう。鹿にせんべいあげに来てください。あげられない人はあっちゃんにスパチャじゃでもいいけども、あっちゃんはそれで鹿せんべい行くけども、奈良の6円に寄付していただいて、奈良、鹿の鹿、6円ね、鹿に、草園の園、何ていうのか、カタカナのターンにこんな、ミーみたいな字、6円って調べてもらったら多分出てくると思うんでね、鹿、ひらがなでも6円って書いたら出るから、もしそれ出へんかったら、鹿、6円って書いてくれたら多分出ると思うんでね、そこに寄付口座とか書いてあるんで、寄付していただければと思います。はい、もうあっちゃんもね、一人の活動では無理なんでね、みんなからね、ほんまに一人の力は小さい、でもみんなの力でね、大きな何かができる、波を起こせると思うんでね、ぜひぜひ皆さんの協力お待ちしてます。ではまた、バイバイ。今日も一日よろしくね。